ってきたかな。せーの、はい、よいしょ。はい、おはやさん一人おやで、じでさっきからこれ、皆さんいかがでしょうか、お元気ですか。今日はですね、ガラスをね全面磨いてあるんですよ今車ので。昨日作業的には昨日ね、私の使ってるキャリライクのポータブルバッテリーで、これ両備のこのサンダーポリッシャー、これが動くのかっていう、まあ、検証を兼ねてねやったんですけど、まあ、結果数値的にはもともと動くだろうとは思ってたんですけど、一応実際どうなんだろうっていうことでね使ってみたら実際使えて、でガラス全面ビガビガに磨いてあるんですよ。なのでこのタイミングでワイパーも変えようかなっていうのが今日なんですけど、でね、ワイパーって私割とこまめに変えるんですよ。何にも変えない、変えた、自分で変えたことないっていう人に比べると結構こまめに変える方だと思うんですね。でワイパーのこのブレード、これ全部変えるっていうのと、ゴムだけ変える、この本体についてるゴムだけ変えるっていうのがあるんですけど、まあだいたい交互、イメージでは前回多分変えたから今回ゴムだけにしようかなとかね。で今回はゴムだけ変えようかなってとりあえず思ったんですよ。でそのね、ゴムだけ変えるっていうのがちょっとだけね面倒くさいというか、ちょっと実際にね難しいわけではないんですけど、毎回ねどうやってやるんだっけっていうのをねちょっと考えなきゃいけないんですよ私の場合。ここだね、ここにちょっとちっちゃなレバーがあるので、これを押してこうだから、こっちだね、こっち下にグッと持っていくと、あれ違った、ああいいんだ、外れてるよ。時々ちょっとこう力がいったりとか、まあこうですね、で外れます。で本体、このブレードを全部変えるんであればこれを買ってきて、まあ変えればいいわけですよね。でゴムだけ変えたいっていう場合は、これは向きがこうやってあるわけです。こっちか、これを引っ張れば確か抜けるでしょ。お、あれ違う、また、あ、そうね、こう抜ける。でこれを買ってきてまた入れるんですけど、その時にまた向きとか、ここにねこう金属のプレートがこう両サイドに入ってるんで、それを溝に通して、で全部通せば、ここだからね決して難しいわけじゃないんですけど、ちょっと面倒で、ここねギュッと押せばこうね、これで OK なんですけど、ちょっと面倒で、あといちいちあれどうやんだっけってちょっと考えちゃったりするような作業をやるわけですよ。でこんな難しくないんだけど、ちょっとね特にね冬嫌だったりするんですよ。これ最初にねこれを外す時にこうなんか指が当たって痛いとかね、冬 DIY 何かと痛いじゃないですか、やってる方は分かると思うんですけど。でこれほらこう今ね持ってたらもうバラバラになっちゃったけど、この両側の このゴムについてくるこのね溝のやつが今取れちゃったんですけど、まあ、こんなことになっちゃったらもう嫌だし、だからねちょっとだけね別に難しくないんだけどちょっと嫌なんですよ。でこれが私ワイパーを変えようとした時にちょっとめんどくさいな、ちょっと嫌だなっていう2つあるんですけど、そのうちの1個はこの作業ですね。で2個目はこのゴムなりワイパーもどっちでもいいんですけど、これをまあオートバックスなりなんなり行って自分の車のやつを探すのが好きじゃない。置いてあるのね分厚いカタログみたいな中からね、車のメーカー車種、あと何年式とかを見て、こう何番の何番でそれ商品探して、何が嫌だって間違えて買って帰ったらどうしよう、めんどくさいなっていう、そのねもやっとした感じ、もう何回も見直したりとかしてね、結構そっちも本当に好きじゃないんですよ。なんだけどまあ今回はとにかくゴムだけを変えるつもりで、まあ、オートバックスに行ってみたんですけど、行ってみたところですね、
なんかこう民からで1位じゃなくて、あの何でしたっけ、殿堂入りしてるらしくて、まあ結構ね評価高いと。で何がいいかっていうと、まず1個ね、ピント頼むよ、来た、ここ普通のこれノーマルの今外したワイパーね、こういう点でこう支えるわけですよ、このワイパーって。基本的にここね、こことここ点で、なんだけどこれはよ、ピントこうね、面でこう支えるこう形になってるから、結構スパッと水切れが良くてね、なかなかねいいらしい。なんだけどちょっとね、これオートバックスで買ってるんですけど、ちょっとだけ高いんですよ。あのバモスホビオに合わせて買って、長い方425で1980円かな、で短い方380ミリが1780円とか、そんなものなんですよ。でノーマルの方はっていうと、確かね1400円とか1200円とかなんですよね。だから3000円で余裕でお釣りが来ちゃう。だけどこっちだといくら、4000円でお釣りが来るくらいかな。だから高いんですよ少し。でもいいんだったら使ってみたいなーって。じゃあこのゴムだけ変えるパターンはこれでいくらなのと思って、こうね売り場をね探そうとしたらね、ないんですよ、ゴムだけがないの。ぶら下がってないんですよ。これずらーっと並んでるじゃないですか、ワイパーの売り場にずらーっと並んでる、ん、これね並んでないんですよ、この本体だけ。あれ、じゃあこれだけの交換ってなしなんだこれは。じゃあもうちょっと相当高くつくからなしだなと思ったんだけど、よく見たらね、これ2本だけぶら下がってんの。じゃあもうこれ車種限定なのみたいな。変える場合は長さ決まってるから当然ね、と思ったら、この替えゴムの長さが全部一緒なんですよ。一緒というか全車共通だから2本しかなくて、2本はね、1本が確か撥水用だったのかな、で2本がノーマル、あ、2本目がノーマルの2本しかなくて、だから誰でも彼でもこれの替えゴム買いたい人はそれを買えばいいだけなんですよ。でこういうね、さっきのこういうの、こういうの金属、これが入ってないからパチンと簡単に切れる。要するに全員これを買って自分の長さに切るんです。これは素敵じゃないと。私がワイパー交換するのにちょっと嫌だなと思ってるポイントに2つ目のこれを選ばなくていい。でね、交換もね、作業もね、そのゴムだけ変えるのがものすごいね、あ、簡単だ。サンプルが置いてあったんでそこでちょっといじったんですけど、めちゃくちゃ簡単だったんですよね。分かりやすいし悩まなくていいし、こうね、よ、ピント、こうちょっと見にくいかもしれないですけど、こう面でこう支えるようになってて、でね、ここだ、これここね、ピントが合ってると信じて、これね、ここにこうね爪みたいのがついてるんで、これおお、お隣でユンボが、ユンボじゃねえな、ブルだな、ちょっとタイムする？これね、ここにね、こう爪があって、これをねずらすんですよ、こうピッと、こうね、そうするともう簡単、はい、これだけで、こう、だからさっき言った1種類のゴムを買ってきて、長さにこう入れて余った分をパツンと切れば、はい、冬も痛くないですよこれ本当に。ということでこれを使ってみたい。思いっきりピント合ってないけど、じゃあ早速つけようよということなんですけど、非常につける、ここにこれをつけるのも簡単でした。ここに今ねボッシュってここに書いてあって、ここ持ってねって言わんばかりのこうね、この雰囲気出してるところがあるんで、ここをパチッとこう開けて、そうするとここに、あ、ここにさっきのこれをね引っ掛けんだってもうすぐ分かる溝があるんで、ここを通して、見えるかな、こうね、この間こう通してきて、よ
ここに引っ掛けてあげて、あとはさっき外したのと逆、上こっち方向にグッとこうグッとで、この蓋をパチンと戻してあげる。以上。はい、反対側で、ちょっと今向こう側、助手席側を今やったんですけど、今度運転席側やるときにちょっとだけ気をつけた方がいいなと思ったのは、ちょっとねこう無理やり思いっきり力入れたりすると簡単にこの辺割れちゃいそう、プラスチックなんで、そーっと大事に開けたり閉めるときとか、それだけ気をつければものすごい簡単ね。と言いながら、なんか入らないぞみたいな、こんな、あ、入った入ったね。でパチン、蓋を、あれ入ってない、まだまだか。いや、グッとちゃんとカチッとなるまで引っ張らないと蓋がちゃんと閉まらないようになってるので、安心設計、ね、いいじゃない。いや、ちょっとごついな、ちょっとね、オートフォーカスがマジで合わないので、どれだけ頑張ってもこんなもんかな。マニュアルでちょっとこうノーマルなタイプ、今までのやつに比べるとちょっとボテッとした感じ、ちょっと太いなって感じはちょっとするかもしれないですけど、まあ言ってもこの顔、あら暗いな、この顔なんでね、よ、はい、これですからね。ということで、ボスのエアロッツイン J-FIT にね、交換してみましたよってことなんですけど、まあ実際だったら本当、実際にこう雨の日使ってみてこんだけいいよとかって話をね、する、まあ、した方がいいのかなとは思うんですけど、まあ言ってもね、多分いいんですよ。あのノーマルの普通のタイプでも変えた直後はすごい気持ちいいので、まあ、それよりもいいんだと思うので、まああの任カラでね、任カラってそうか、あのね、車が好きな人が主に車のことに関してずっと投稿するね、そんな SNS なんですけど、そこでまあ車好きが殿堂入り認めてるというか、評価がいいっていうことなんで、多分ねいいんだと思います。多分その殿堂入りの仕組みを詳しくちょっと理解してないんで何とも言えないんですけどね。だからまあそこはいいんだと思うんですよ。ただ私が今回これを買った理由っていうのは、その評価ももちろんあるんだけど、ゴムを選ばなくていいっていうね、全員共通のゴムっていうのと、交換が冬でも痛くなさそう、痛くも簡単にできるっていうのが一番のその理由なんで、まあ実際に使ったっていうのはね、雨が降った時に使ってみて、おお、こんなにいいんだっていうようなことがあればまたねお伝えしたいなと思うし、あとね、今目に入っちゃったから、これを使ってるんですよ。施工してるって言い方するのかな、初めてこのシュワラスターのゼロウィンドウコート、なんか1年継続とか書いてあるけど、まあ、そこはそんなには期待してないんですけど、これもねやっちゃってあるので、あの相当スパッと気持ちよい状態にはなってると思うのでね、まあそこは、雨降るかな今日、まあいい機会があればお伝えしたいなとは思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ほぼ私のへんてこりんな雑談でしたけどね、はい、なんか面白かったよとかあったら、ぜひ高評価グッドボタンお願いいたします。それからチャンネル登録ですね。これからも、まあ、車のことと今ね車中泊にどうのこうのとかっていうのをいろいろやってて、これからねやりたいこといっぱいもう出てきてるので、チャンネル登録していただいて、また見に来ていただけたら嬉しいなと思っております。それからツイッターとインスタグラムですね、こちらの方も、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。はい、ということでおしまい。よいしょ。降ってきたかな。これね、はい、まあ当然なんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
でスパッとこうね気持ち切れてくれるんだけど、ただこれが普段私が使ってるようなまあ安いタイプのものとどれだけね違うんだよっていうのが今同時にこう比較してみないと何とも言えないっていうのはあるけど、でも言っても多分普段使ってるのよりもいい気はするんですよ。こうなんていうかね、ぬるっと綺麗に拭き取られてる気がするっていうか、またもう雨が止んじゃうんですけどね、もうすぐね、そんな気はします。でただあのね、今回これ、まあ、まずボッシュのワイパーに変えてるんですけど、それ以外にまず下地を完全にコンパウンドで磨いたっていうこと、それからガラスのコーティング剤、あの何でしたっけ、ゼロワイパーかな、あれをやってるので、その3つが重なってこの感じっていうのはあると思うんですよね。なのでほんと綺麗だもんね、もう何も残らない。なのでまあやっぱね、何事も下地が大事っていうのは多分あると思うので、ボッシュのワイパーにスパッと変えただけでここまで気持ちいいかはちょっとわからないのこともあるので、なのでこの3つ3点セットでやるのがやっぱいいんじゃないかなと思います。まず下地ね、この下地っていうのはこう私これあのコンパウンドとあのポリッシャーで磨いてますけど、ポリッシャーなくてもガラスぐらいだったら全然ちょっと頑張ればできるので、あのまず下地をきれいにするっていうことと、でまあ自分の好きななんかねガラスのそういうコーティング剤をして、このボッシュのワイパー、これでねものすごい気持ちいいと思います。おすすめです。もう一回雨降らそうかな最後に。実際夜少し雨降った時なんかももうものすごい快適だったので、夜の運転のストレスがなくなりましたね、だいぶ。はい、今日も最後までありがとうございました。動画の中でお話ししている通り、このボッシュのワイパー非常に気に入ってて、毎日ね運転するの楽しいって言ったところなんですけど、こうやって映像を見てみると、このシュアラスターのゼロウィンドウコートがこれかなり効いてますね。これ